皆さんこんにちは。今日は霊夢さんです。じゃあ明日は何なの？稀勢の里なの？稀勢の里じゃねえよ。明日は朝青龍だよ。どっちにしろ相撲取りになるのは変わりないんかい。私ね。いや誰ですかこの人。朝青龍です。嘘つけ。これから俺がこの動画の指揮を取らせていただく。いやこの人に動画の指揮取らせたらとんでもないことになりますよ。別に私は何でも大丈夫だけどね。いやさすがにこれはダメでしょ。これから俺の命令は絶対だ。命令を背いたらソムリエ業界に入会させるからな。ワインの業界。命令って私何されちゃうんでしょう。もしかして私が可愛すぎてあんなことやこんなこと。私ね。相手にされてないじゃねえか。フランって好きな人っているのかしら。私ですよね私ですよね妹様。いないよ。ゴフ。あ、昨夜さんが倒れた。誰か止血を。いや被害が止血必要なレベル。何よ、うるさいわね。止血するなら私が縫う。そうですね、100針縫ってください。いや100針縫ってもう避けててもいいレベルだぞ。そうですね、妹様の人形、100体縫ってください。急に意味わかんねえこと言ってんじゃねえよ。なるほど、フランさんの人形100体分の癒しが必要ってことですね。お前は異様に飲み込み早いのなんなん。はい、わかったわ。いや、お前もストイックに縫い始めようとしてんじゃねえよ、やめろ。いや、ここは101匹ワンちゃんにちなんで101匹フランちゃんにした方がいいのでは。天才だ。バカだわ、どう考えても。いや、本人含めてすでに101匹いるじゃない。天才だ。ここにいるとほんと頭おかしくなりそう。わかる。バカだからね。あんなもんよ。今の若いもんなんて。黙れ、お前が一番言っちゃいけないセリフだわ。え、そんな私が一番若いなんて確かに事実ですけど、触れますよ。じゃない。お前が一番バカだっつってんだよ。え、そんな。私がバカで天然で可愛いのはわかりますけど。もうダメだこりゃ。本当のバカはバカって言われても気づかないんですよ霊夢さん。その点、私はしっかり者としてこのメンバーを支えてるのでバカとは正反対なんです。はぁ、日頃私が真面目であるからこの実況成り立ってるんですよ。何か恩返しも欲しいものですね。はということで私に主役をよこしやがれください。正当な対価です。もうこいつも手遅れだからほっとこ。霊夢、自分でバカじゃないって言ってるやつはバカなんだよ。フランはツッコミも入れるし、我慢することは我慢する。だからフランはもう限界、枝豆食べよう。前はまだ数だけだ。え、もしかしてボケである私が一番まともだったりする？その可能性が高いわよね。あれ、霊夢さんってもともとツッコミの方ですよね。その私がボケに向いてないっていうボケが一番傷つくからやめて。霊夢さん可愛いですね。大丈夫そうですか？慰めてやるぞ。よしよし。おめえらのせいなんだよ。あんたら騒がしいわね。もう少し静かにできないの？いや、あなたの言ってること実況クラッシャーなのわかる？てかアリスさんってこんなまともな方でしたっけ？失敬すぎない？私は前からこんな感じよ。もしかして旅のメンバーにマリサいないからこんな静かなんじゃない？それだ。そう言われるとかぐやさんもいつになくおとなしいというかおっとりしてるんですよね。ふふ、私はいつもこんな感じじゃなかったかしら。いや絶対おかしい。多分かぐやももこういない時はこんな感じなんじゃ。めんどくせえなお前らの性格。だからうるさいって今美味しく食べてる途中なの。すいません。レイムが真面目アリスにくっつくしちゃってる。もしかして前回助けた滞在が色欲のこの3人って、色欲対象がいるかいないかで大きく性格変わる可能性が。もうマジでめんどくさこいつら。でも昨夜は全然変わってないよね。まあ私はこれが素ですからね妹様。すでに嫌な予感がちょっと漂ってるんですけど。てか冒険そろそろ行った方が良くないですか？今まで戦闘ばかりで疲れたじゃないですか。ミートピアは戦闘以外のこの宿もあってこそのゲームですから、久しぶりには普通に宿の実況もしときましょ。いややっぱどこをどう見ても霊夢が一番まともな発言してるとしか思えないのよね。もううるせえなケツ毛もぐぞ。そもそも生えてないわよ。鼻毛は？鼻毛も生えてません。てかボーボボはなんで未だにここにいるんだよ。仲間抜けただろお前。いやまだお礼の鼻毛剃り機もらってないから。またそれ引きずってんのかよ。それもらえるまで帰りません。ほ、掘らさない鼻毛剃り機だって。いや持ってるわけないじゃないですかそんなの私が。あ、ありますよ私。なんであんた持ってんの？こっちです帰らせていただきます。なんで昨夜鼻毛剃り機なんて持ってるのよ。いや、買いました。うつ主さん用の。は？俺って鼻人じゃん。鼻毛が伸びるとさ、鼻水攻撃の威力下がるんだよね。まとわりついて。汚ねえな鼻人の鼻毛事情。食事中に汚い話すんのやめてもらえる？飯がまずくなるから。マジでさせん。あ、ちなみに耳毛も剃れるんでおすすめです。皆さんも買いましょうね。鼻毛剃り機の案件ですかこれ。違います。耳毛剃り機の案件です。天然から否定しろよバカ。いやこのドーナツ美味しい。ミスタードーナツはやっぱうまいですね。あ、先に転じて言っておくとこれはミスターチーズケーキの案件ではございません。いやわかってるよ。それより視聴者が知りたいのはミスタードーナツの案件かどうかだよ。それより視聴者が見たいのはミートピアの実況なんですけど、それより視聴者が見たいのは私の週刊誌ですよね。それよりミスターチーズケーキの方が気になるんだが。は？いや今一瞬だけ闇落ちもこういなかった。おいもこうどこだ隠れてないで出てこいよら。急にものすごく口悪くなってるんですけどこの人。もこう聞け、マミージャッキーの方が美味しいわ。知らねえよ、急に変貌されると対応できねえんだよ。このマミージャッキー、美味しいわね。元に戻った。これからこんなメンバーで冒険して大丈夫なんか。大丈夫だ、問題ない。それ結局大丈夫じゃないやつじゃねえか。お、なんかキノピオ隊長いますよあそこ。あのステージに行ったら会えるんじゃないですか。てかステージの見た目が魔王城の真ん前まで来てるわね。
ついに来たんですね、魔王城。今回で7人戻ってきましたけど、冒険は4人まででしたよね。今回はどういったメンツで来たんですか？そうですね、比較的に新規で入ってきた真面目そうな人たちを入れてきました。私と咲夜さんとかぐやさんですか？私をチョイスするあたり、あなたの主人公のセンスはまだ腐ってないようね。いいでしょう、私の実力見せてあげるわ。あれ？あの、普段咲夜って敬語使いませんでしたっけ？別にお嬢様と妹様の前じゃないし使う必要ないでしょ。この人もしっかり面倒くさい性格だった。ってあれ大魔王の城ですよね。さっさと取り戻しに行きましょう3人を。そして全ての元凶大魔王を倒しに。私はお嬢様が戻ってくればそれでいいけど、てかもこうは助けなくてよくない？いやもう面倒くさいから帰りましょう。メンバーの士気が低すぎるんですけど、花がムズムズする。花毛ソリキ、いるなら貸しますよ。しっかり剃ってくださいね。だから別に花毛の話じゃないわよ。敵敵ですね。敵白旗上げながら進めば絡まれないと思うんですがどうでしょう。公式ながらもずかずか進むってズーズーしすぎるでしょ。ようよう俺はスケルトン。魔王城前だしお前らも踊ってみないかい？お前らも魔王前。またダジャレ言ってるんですけどこの人。いやこいつら何言ってんの。く面白くないわよ。ふふの割にめっちゃツボってません。ふふん私の方が面白いこと言えますね。何しろこの城か城に鳥という素人が後ろめたさを隠し浪士を走ろうとした。むしろそんな奴は社にとっとか白旗上げて白くじ中断でしろ。いや待って私のダジャレ面白ふ。だから全然面白くないわ。ふダジャレに弱い奴ら多すぎだろここ。でもそのおかげかスケルトンも本当に盛り上がってるわよ。いやすいますね、無理しすぎない？敵だし倒しちゃっていいわよ別に。私は水知らずの敵に容赦するつもりないので。あんた急にキャラ変わりすぎて怖いんだよ。あら私は元からこういう性格だったわよ。咲夜さん敬語のイメージつきすぎて違和感でしかないですよね。わかる。お前はわかんねえだろ。スケルトンにはいつもコウマ缶の味噌汁の出汁として使わせてもらってるから言うて初対面ではないのよね。出汁として使ってもらってます。いやロース的すぎるだろ。やっぱりこの子ってどこかずれてるわよね。いや一回スケルトンで出汁を取った味噌汁飲んでみてほしいわ。一瞬で飛ぶから。天国へってことですよねそれ。違うわよ、極楽浄土ですよ。どっちでも同じようなもんだろそれ。いやそこら辺はっきりしないと宗教信じてる人切れるからダメよ。めんどくさ、日本は多宗教なんだからいいだろ別に。スケルトンの味噌汁飲んだら美味しすぎて上機嫌。飲んだの？あら気に入ってくれたかしら。殺してスケルトンを退治しましょう。私だけでも3回くらい出し取れます。お、めっちゃ旨味持ってるじゃない。枝豆助けて、すでに疲れたこいつらとの冒険。いや言うて僕だって助けられないよ。助けて助けてほしい。あまり霊夢が坊ちゃんになってる。相当精神疲れ切ってるじゃないですか。大丈夫ですか？スケルトンの味噌汁いる？いらねえよ。で、これキノピオ隊長どこにいるんですかね。確かにマップに傷んでいるはずだと思うんですが、ピラミッドの時もなんか勝手に消えてたし、またいなくなってるかもしれませんよ。知らないけど。いやでも3年の時はしっかりいたから大丈夫だと思うけど。てお、宝箱じゃないですか。また死神とか出たりして。縁起でもないこと言うのやめろ。で1020ゴールド？魔王城差し掛かってきて宝箱の中身も豪華になってきてますね。このゴールドを使ってお嬢様のキーホルダーを買いましょう。いや何言ってんの？いいよ。いいの？いやそこ普通ダメってなるところじゃないの？そんな私たちトムブラウンじゃないんだから堅くなに否定したって面白くないですよ。じゃあ妹様の缶バッジも欲しい。いいよ。いやダメだよ。旅の途中にファングッズバカバカ買われたら一瞬でお金なくなるんですけどやめてください。ほらそれ新しい服ですよね。とっても素敵です。そういうのにお金使いましょう。あ、これプリキュアのファングッズです。それファングッズだったの？いやほんと多方面から怒られるからやめて。ファングッズに金使うの無駄みたいな言い回ししてるけど私も缶バッジやキーホルダー装備するとステータス上がるのよ。いやミートピアってゲームアクセサリー装備の概念ないですよね。あのなんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか？お前はひろゆきを召喚するのやめろ。妹様とお嬢様のアクセサリーつけてるだけで私のやる気2倍ですから。なんかそういうデータあるんですか？ダメだこれ。一方その頃宿ではサナエが転職していた。よし、もう無能なお花サナエって言われないよう転職しよう。と言っても何に転職するの？そうですね、私が一番合う職業はやっぱ科学者でしょ。霊夢さんはアイドルに戻りましたし。おいいね、そうしよう。でもなんかどこかで見たことある気がするのよね。サナエの灯籠はの衣装チェンジじゃない？それだ。さてメンバーを変えて次に行きますか。で、本当になんで？一本道だったはずだし合わないなんてことある？いやマジでどういうことだかわかんないんですけど。一方はたまたその頃宿では、見てよ私の竹。ゆゆこ様、見た目がめっちゃおかわりに。いつもお世話になってるふみちか様に書いていただきました。なんで私差し置いてゆゆこのなのよ。確かにそこんところめっちゃ気になるんですけど、もちろんカービィを実況するためよ。あれ本当だったのか？え、私だけ話についていけてない系？そういや咲夜さんは3年いませんでしたね。いやあんたもいなかったでしょ。私は魔王城からウプ主さんの動画で動向を観察してました。見たいって言われたから一緒に見てたよ。ニャクロと一緒に見てたのかよ。確かパートいくつだっけ？パート51。そうそう51。確かそこでなんかそんなこと言ってたのよね。トマトのやつですよね。てかサムネの人誰ですかこれ。いやわからん。星のカービィディスカバリーが出たら私が実況しようと思ったのに。いやこのさらっと言った発言本当に実行しようとしてたんですかゆゆこ様。そうよ、ウプ主にいろいろ頑張ってもらうわ。いや結構コメント欄で見たいって言われたんでしっかり立ち絵も用意していろいろ準備中です。
ミートピアの投稿頻度そのままで普段動画上がらない日にカービィ上げていこうと思います。さらっと言ったことが凄まじい労力使うことになっててくさ、ぜひ私の実況見てね。ずるい、ゆゆこずるい。あ、ちなみに私もゆゆこ様のツッコミ役として出るんで、お見知りおきを。あんたも出るんですか？ずるいですよそれは。あ、ちなみに僕もディスカバリー限定のオープン主役として出ます。は？いやいやいや、ダメでしょ、あんたミートピアの敵じゃないですか。何しレッドゲームの枠組み超えて実況に出演しようとしてんですか。ふふ、いいじゃない。アジキョンちゃんを私のところに来させたのは最初からここで頑張ってもらうためなの。いや絶対嘘でしょ。ということで、お前ら僕が実況出るの見とけよ。凄まじく予感を感じてきた。もうヤバいことになるとしか思えないんですけど。そういうことなので応援よろしくお願いします。私の活躍見てなさい。じゃあ本日はご視聴ありがとうございました。